はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル。9月8日水曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円。そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベードル。最後に新興国通貨のメキシコペソ円。 南アフリカランド円、トルコリラ円の順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。昨日から今日にかけての為替相場は、主役はドル円ですね。3連休明けのニューヨークマーケットオープンということで、かなりね、ドルの買いが集まったという状況。そして、本日の東京マーケットもね、高値圏をうろうろする中で、一旦は直近の高値の110円40銭付近まで上がっていったというところでございます。 そしてね、今日また大きなイベントはないというところでございますが、ユーロに関しましては、 明日、ECB の政策金利の発表。まあ、ユーロ圏のね、政策金利決まってきますので、まあ、そういったところから、そろそろね、ポジションは控えめにしておく必要があろうかと思いますのでね。まあ、今日もドルとユーロ中心に動きながら、オセアニア通貨が弱いというところ、ポンドもね、全戻ししておりますが、今またね、下方向ということで、まあ、クロス円によってね、動きは違うと思いますが、今日も大きなボラティリティが想定されるというところなので、注意をしていきましょう。 それではね、まずは全体の相場感ということで、世界の株価をご覧いただきたいと思いますので、こちらのサイトを見てください。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、マイナス269ドル。終わり値で35,100ドルジャストということで、0.76%、えー、先週の金曜日からね、えー 計算しますと、下落して1週間のスタートを切ったということで3連休が明けたという形でございます。そして本日の東京マーケット日経平均は上げております。日経平均は前日比、プラス265円。 終わり値で3万飛び181円ということで、終わり値ベースで3万円を回復、そして0.89%の上昇ということでね、新たな首相の期待感からですね、まだ日本株が買われている状況が続いているというところでございますが、ちょっとね、15時を回ったところから株式相場ね、調整が入っておりまして、ダウの方はね、昨日の終わり値からさらにね下げるような120ドル弱の下落、3万5000ドル割れですね。 そして日経平均も3万円を再度ね割り込んでしまった状況でございますのでえ今後、株価の方も見ながら為替を見ていく必要があろうかと思いますえそしてアメリカの長期金利はね今までじりじりと上がってきておりましたが1.35%を超えたところで少しねえうろうろしている状況でございますえただ、もうすでに上げておりました長期金利に合わせてドルの方はね110円割れたところから110円40銭を超えるところ 今はね株価の下落によって調整が入っておりますが、ドル中心の相場には変わりないというところですね。そしてドルが大きく上がりましたので、とうとうゴールド、金相場に関しましては、1800ドルをねスコーンと割ってしまいましたので、ドルと逆相関のするゴールド、この動きを見ることによっても、ドルが逆相関しますので、ゴールドが下がればドルが上がる、ゴールドが上がればドルが下がるというところもね今は計算できるようになりましたので、合わせてご覧いただければと思います。 それではね、前置き長くなりましたが、まずはドル円の相場から見ていきたいと思います。ドル円のね、まずは1時間足でございますが、こちらのところね、一気にやはり昨日のところ、ニューヨークマーケットもオープンしてもなおですね、110円を超えて大きく吹き上げまして、先週の高値の110円40銭を超えてきたというところでございます。 まあ短期間で上がりましたので少しばかり調整が入るかもしれませんが基本的にはまだショートはねタイミングではないかなと考えておりましてえこちらまずは移動平均線がこれからも上がってくることをえ想定しておりますので移動平均線の上側で今陰線が出ておりますがこれが陽線に切り替わるところがあれば これは押し目のロングを取ることで110円50銭ですね、まあ、直近の高値もそのあたりにありますがそのあたりに上がるまではもう一回、ね、サポートが入る可能性が強いというところでございます逆にねショートを取るのであればもう少しね上方向で待っていただければと思いますがちょっとね、えー、尺度を変えていきたいと思いますこちらね、えーまあ、同じ1時間足でございますが長い時間軸で見ていただいた場合ね 直近の高値の110円40銭は超えたんですが、その上側にあります110円50銭ですね。まあ、このあたりぐらいまでは上昇してもおかしくない状況でございますので、もしショートを組むということであれば、 一旦ね、このあたり、今、ショートを誘っているような状況でございますんで、再度ね、吹き上げたとき、110円50銭あたりを、ちょっとね、上抜けたところで、ストップロスを巻き込んだところぐらいから、ショートを逆張りで入っていく。まあ、こういったところまでね、引きつけることができればよろしいかと思いますが、今の中途半端な位置、こういったところでね、ショートを組むことは、おすすめはできないかなと考えております。 よって、110円50銭まで引き付けてからのショートか、もしくは移動平均線をね、これから割り込むような下落になってしまいまして、反発しても移動平均線を超えることができなかった場合、こういったところね、移動平均線が、このような形でね、下がってきますので、あくまでもショートを取る場合は、上の方向にしっかり引き付けて110円50銭付近、 もしくは大きくね、下回ってしまって、移動平均線を下回って、その下側で陽線から陰線に切り替わったタイミング。こういったところでショートを取ればよろしいかなと思いますのでね。それまでは基本的には移動平均線の上側で陽線が出た場合は、サポートを期待しまして、これは戻り、押し目買いというところ。そして110円50銭を超えたところで、ロングは手締まって、ショートに切り替える。このような考え方でよろしいかと思いますのでね。まあ逆張りをする場合は、 しっかり引きつけてもしくはショートを取る場合はね移動平均線を割ってから考えるこのような考え方でよろしいかと思いますので参考にしてください,はいえ以上でねドル円相場の解説を終わりまして続きましてユーロ円のね解説に入っていきたいと思いますはいえーユーロ円はねちょっとっ、えと、ー ヒゲが、ね、多く出てきててきおりましてこれも1時間足のチャートでございますが若干ね、下根も上根もヒゲがいっぱい出ているのが見てお分かりかなというところでございましてちょっと明確な、ね、トレンドが出ていないという状況でございますこれは明日に控えております ECB の政策金利時間的にはですねこちらをご覧いただければと思いますがこちらの明日の9日木曜日ですね 20時45分。ここでね、大きく、まあ、政策金利は変わらないと思いますが、早期のテーパーリングに関して発言があろうかと思いますので、大きく荒れる。この時間帯までは、しっかりとポジションを縮小しておくということが大事かと思います。よってですね、ユーロ圏は今日も動きの方が、そんなにボラティリティは高くないですし、まあ、髭も多いということで、今日はトレードは控えておいた方がよろしいかなと考えておりますね。 まあ他のポンドや5ドルやベイドルね、そういったところで中心に組み立てていただければと思いますが、まあそれですとね、チャート分析、今後のトレードポイントになりませんので、もしね、唯一トレードをするというところであれば、一旦この130円50銭という今までのこのサポートラインとレジスタンスラインですね、ここもサポートでございますが、こういったところを一旦割り込んで、 その下側でレジスタンスを受けた場合ですね。130.50の下側で要線から陰線に平均足が切り替わる。まあこのタイミングだけで えー、ポジションはよろしいかなと思いますので、例えば130円50銭でサポートが入っただとか、えー、高値の、ね、130円70銭あたりを抜けてきた、こういったところはね、今回はあまり気にしなくてもいいかなと思いますので、まあ、唯一ね、130円50銭を割り込んだところで反発が弱かったところのみ上から叩く、これだけ狙っていただければと考えておりますのでね、まあ、ユーロ円をやるんであれば、他の通貨で勝負、これを推奨したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上で、ね、ユーロ円の解説を終わりまして続いてポンド円の解説に入っていきましょう、はいえー、ポンドの方はは、ね、昨日、欧州時間からニューヨーク時間にかけまして大きな下落がございました、えー、しかしながらですね、まあ、こちら50ピプスぐらい下げたんですが一気に V 字回復で全戻し まあちょっとねなかなか難しい読めないところでございましたが、ただね、再度152円あたりでレジスタンスを食らってしまって、またまたね移動平均線を割り込んでしまったという状況でございますので、ここはね、やはり移動平均線を平均足が下回っている状況であれば、戻り売りを狙っていく。移動平均線の想定されるラインは、ここから少しばかり下がってくると思いますので、これは移動平均線の下側で え反発があって要線が出ましても再度陰線に切り替わったところであればえショートを取りながら昨日の安値の151円50銭えこれはね過去にも。 このダブルトップ、ダブルボトム的なね、サポートが入っておりますが、まあ、こういったところでね、一、えー、回利格をするというところがよろしいかと思いますので、一旦こちらの方は移動平均線の下側で要線陰線でショート。そして152円あたりには過去のサポートとレジスタンスがありますので、まあ、あまり上がる可能性は少ない。 上がった場合は特にポジションを取る必要はないと考えておりますねここも戻りが弱いところのみ上から叩く、この取引に絞り込んでトレードをされてはいかがでしょうかと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でね、ポンド円の解説を終わりまして、最後に5ドル円の解説をしていきましょう。 5ドル円に関しましては、昨日ね、81.50を割り込んでしまった。これはダブルトップのネックライン割れということで、ちょっとね、このあたりは下落トレンドに入ったんじゃないかなというお話をさせていただきました。まあ、このね、猫耳のダブルトップのネックライン割れということで、一旦した方向。ただね、今日の東京時間に一旦は少しばかりこの81.50を上回った場面がありますが、 ただ、その上側で、ね、サポートを受けることなく、再度移動平均線を割ってきてしまったということで、これはやはりポンドと同じ考え方でよろしいかと思います。すでに昨日の安値も割り込んでしまって、その前の、ね、安値も割り込んだ以上ですね。まあ、こういったところであれば、やはり移動平均線がこれから下がってきますので、 このような形ですね移動平均線の下側で要線から陰線という、これはね、戻りが弱い場合、こちらは上から叩く、要線から陰線が移動平均線24の下側、もしくはその付近で起こったところでショートを取る、こういった考え方でよろしいかと思いますし、81.50を上抜けるような反発があったときには、ここは優位性のあるトレードがあまり考えられないということで、まあ、ポジションは見送る。あくまでも戻りが弱いところのみ 上から叩くというところはポンドと同じでございますのでここはショート目線戻り売り目線ということで戻りが弱いか強いかを見極めてポジションを取っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でねクロス円の4ペア4通貨の解説を終わりまして続いてドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。 ドルストレートはね、全体的にドルが強い影響で、ユーロドル、ポンドドル、ゴードル、ベイドルともにですね、下方向に下げているという状況でございます。ということであればね、いずれも戻り売りということで、まあこれはね、すべて通貨ね、同じことが言える形でございますが、移動平均線これから下がってきますよというね、今の平均足が 後からね、追いかけていきますので、そういうことであれば、少し反発しましても、この移動平均線を超えることなくね、要線から陰線、過去もね、こういったような形で、要線、陰線ありましたが、こういうような戻りが弱いところ、移動平均線を上抜けできずに、陰線に切り替わった瞬間に、ショートを組みながら、 ここでね、もうネックライン割り込んでしまいますと、1.18ぐらいまでの下落は見込めますので、ここはショートは1.18を目標にしながら、この1.1850と移動平均線24を上回らなければショート。逆に相場には絶対はございませんので、こちらの1.1850上回った時には少しね、相場が読めなくなりますので、無理にポジションは取らない。特にユーロに関しましては、明日は ECB の政策金利の発表。 これがありますので、まあえー、条件を満たした時のみね、えー、これはショートを取るというところでよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続いて、ポンドドルの解説に入っていきましょう、はいえー。ポンドドルはね、分かりやすい相場になっておりますね。えー、今日のところもね、移動平均線の下側で陽線陰線が起きたところでございます。えー、ちょうどね、このあたりですね。 移動平均線の下側で、要線、陰線で大きくした方向に伸びている。今後も、ですねこちら、移動平均線を超えない程度の反発であれば、再度その下側で、要線から陰線であれば、ショートを取るというところ。この1.3750というのは、少し割ったところが、ね、サポートラインとして直近は認識されておりますので、あまり1.3750を気にせず、30ピプスぐらいで取っていくような感覚でよろしいかと思います。 ちょっとね、ここのところは過去を見ていただいても、まあ3尊という形でね、ヘッドショルダー、頭の部分と肩の部分、そしてここのネックラインを割り込んでいますので、まあ下落トレンド継続中でございますんで、まだまだね、こちらのところはしっかりと戻り売り目線。まあただね、相場には絶対はございませんので、移動平均線を超えてしまったらショートは取らず、まあロングもね、見送りながらポジションは取らないというところがよろしいかと思いますのでね、合わせて参考にしてください。 はいえー、以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、ドルストレートの最後、ゴードルベードルを見ていきましょう。はいえー、ゴードルベードルもね、えー、分かりやすい相場でございましたね。えー、今日も移動平均線の下側で陽、えー、線陰線が出てきたというのがね、えー、こちらを見てもお分かりかなというところでございます。ここの部分ですね。えー、そしてこちらはね、えーまあ、こちらも同様でございますが、ダブルトップですね。 はい、ここのネックライン割れということで、すでに2つの猫耳、ここのところを頂点としまして、その真ん中のね、M の真ん中のネックラインを割り込んでしまった以上ですね、ここは下落トレンドになるのが分かりやすかったかなと。 そして今日のね朝のところで反発する場面があったんですが移動平均線付近で陽線から陰線に切り替わったまあここを受けて下落トレンドということであれば引き続き移動平均線の下側で陽線から陰線が起こった場合はショートを取っていく。 気になるところは0.7350でございますが、まあ、過去ね、サポレージ多少入っておりますが、まあ、そこまで気にせずね、このままショートを取ってもよろしいラインじゃないかなと考えておりますのでね、まあ、このあたりは反発が弱ければ上から叩く。そして反発が強い場合は少しね読めなくなってきますので、デイトレ目線ではポジションを取らない。このようなところを心がけてトレードをされてはいかがでしょうか。 はい、以上で、ね、ドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして最後に新興国通貨こちらも調整が入っておりますが、えー、メキシコペソ円から、ね、見ていきたいと思います、はいえー、メキシコペソ円でございますが順調に、ね、上がっていたんですが今日のヨーロッパ時間に入ってから一旦ね5.53ぐらいから 一気にね、5.52ぐらいまで調整してきたというところでございますが、ただね、これは15分足ベースでございまして、あまり目盛りの方も大きくなっておりませんので、日足ベースで行きますと、全く調整には見えないという状況でございます。そして、新興国通貨はね、くどいようではございますが、空中線、移動平均線の上側で今のところは勝負必要は、勝負する必要は全くなくですね。ここのところは全体の地合いが悪く、 株が下が下っってて面円高のところでポジションを取っていく、まあ、そのポイントとしましては、ペソの方は5.4円を下回ってからと考えておりますでね、まあ、前回の安値、そしてその前も安値がありましたが、まあ、こういった5.4、0.1円刻みで、ねえー、見ていただく、そして5.3は、ね、4月以降の、ねえー、レンジ相場、この赤いラインの加減になっておりますのでね、まあ、5.4と5.3でロングを構えるぐらい。 そして、ポジションを取るにしても、レバレッジはあまりかけないという考え方でよろしいかと思いますでね。今のところは、しっかりと見送りながら、年に数回しかないと思われますが、新興国通か、まあペソにしてもランドにしてもでございますが、今は下に落ちるのを待って、ロングを仕込むタイミングというところでございますので、今は様子見でよろしいかと思いますね。よろしくお願いします。 はいえー、以上でねメキシコペソ園の解説を終わりまして続いて南アフリカランド園の解説に入っていきましょう、はいえー、ランド園もねいっ、えー、ね下がったようにも見えますが、えー、あまりね大きく動いていないというところで15分足24時間の時間軸では動いているように見えますがメモリを見ると大したことがないという状況でございます そして、やはりね、新興国通貨であれば少し長い時間軸ということで冷やしチャートを用意しておりますが、一旦ね、7.2円まで下がったところから V 字回復。前回の高値を抜けてというところでございますがね。まあ、ここはもうそろそろね、ロングの方は利格をしつつですね、こちらもペソと同様に全体の地合いが悪いタイミングでロングを仕込んでいく。 それは結論から申し上げますと7.4円から0.1円刻みでロングを取っていただいてはいかがでしょうかというところでございます。 7.4円ですね、まあ、移動平均線24も下回ったラインというところと直近でサポートが出ている、そして7.3、7.2というところもね過去を見ていただきますと結構ねサポートレジスタンスが出ているところでございますので、まあ、そういったところねこういった7.3円のレジスタンスや7.2円のこのサポートですね、まあ、こういったところを見つつね7.0円ぐらいまでレバレッジに余裕を持ちながらロングを組むような、ロングを待つような相場でよろしいかと思いますので、今移動平均線 空中を大きく乖離した空中線、まあ、これであればね、えー、ポジションを取る必要はなく、えー、何度もくどいようですが全体の地合いが悪いところ。 株安全面円高方向のところで、ゆっくりとね、レバーをあまりかけず仕込んでおいて、まあそういったところからね、こういった回復する局面でポジションを外していけばよろしいかなと思いますんで、皆さんもね、まあ上に行った場合は諦めつつ、下に落ちた時のみ狙っていくということで、今は様子見を推奨させていただきますんで、皆さんの相場感と合わせて参考にしてください。 はいえー、以上でね、南アフリカランド園の解説を終わりまして、最後にトルコリラ園の解説で締めていきましょう、はいえー。トルコリラ園の方はね、一旦上げていたんですが、ちょっとね、ストンと下がってしまう部分があったかなと、えー、見ることが15分足をね、見てわかるかなと思います。 ここはね、またもやエルドアン大統領が余計なことを言いまして、アフガニスタン問題について少しね言及したということでトルコはねマイナスに捉えられたというところで15分足ベース24時間の時間軸でもまあ1回2回と大きな下げが見えているというところでございますえそしてえまあロングのタイミングを測るのは冷やしチャートということで昨日ねせっかく移動平均線及び13円の上側で陰線要線が出てきたんですが 再度ね、ここのストンと落ちたところで陰性になってしまいましたので、まあ、次のサポートのタイミングを狙っていく。その具体的なタイミングとしましては、やはりね、今までのレンジ相場の13円から12.5円。この上限であります13円の上側がサポートになりやすいというところでございますので、まあ、移動平均線24もゆっくりとね、回復してきましたので、13円を割り込まない程度の調整であれば、 移動平均線および13円の上側で陰線から要線に切り替わったところでロングこのような形で絞り込んでいただければと思いますがただトルコリラに関しては下で難品をすればいいかと言いますとそれは推奨できません先ほど、ね、エルドアン大統領の発言で下がったということも、ね、お話ししましたが過去、ね、今年の3月でございますがエルドアン大統領が財務大臣ですね 中央銀行総裁にもです、ね、圧力をかけたということで、一気に、ね、大きく下げたところがあります。15円から13円割れというところでございますね。まあ、こういったことを考えますと、トルコリラは質に下がったところで難品をする方はちょっと生き残れ,れないかなと考えておりますので、まあ、ここは13円を割り込んだ、12.7を割り込んだ、12.5を割り込んだ、 自分なりのねサポートラインを割り込んだところでストップロスを置くという覚悟がなければロングを組んではいけないかなと考えておりますのでね今のところは13円及び移動平均線の上側で陰線要線でロングと考えておりますがその際にはですねしっかりとストップロスを決めていただくことこれを守っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします以上でね今回の10ペア10通貨の解説を以上といたします えー、今日もね、あまり大きなイベントがございませんが、まあ、ドルを中心にね、えー、相場は動く、そして、えー、ちょっとオセアニア通貨も弱いという形になろうかと思いますので、えー、1時間足でね、一方的な展開になってしまった場合は、15分足でもタイミングを測りながらね、ポジションを取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、またお時間ある方、21時からの YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。